11月7日朝5時8分の相場解説デイリーから見てみましょう。一旦今までのいろんな解説に区切りをつけて新しく見ていこうかなと思います。はい、一つはですね、こちらの方から上がってきてるよっていうところが見て取れるかなっていうところですよね。以前まではねこういう風に来てたわけなんですけども、ここからは上昇トレンドが始まってるかなというところでございます。こういう風にね、安値が切り上がって高値が切り上がっているかなという風に見えるわけなんですけどもね。さあそれでですね、4時間で細かく見てみますと、N の字にならずに V の字になった経緯があります。 N の字っていうのはこういう風に来て、こういう風に来て、ここをね、ここからこういう風に N の字になるかなと思ったらならずにですね、 N にならなかったらやっぱ V なんですね。こういう風に来ました。で、利確できるポイントがここからここだったかなっていうところですね。ここが一つあって、ここが一つあると、ここからここまでを取れるんではないかなってところだったですね。で、うまい具合にここで反転しているので、利確ポイントもまあまあ良かったかなってところですね。1時間いってみましょう。うん、1時間、はい、綺麗に V になりました。 V になってここがねまた大きく陽線が出たところです。もう分かりますね、陽線が出たということは。はい、こういう風になるってことですよ。で、陽線の上こういう風に、この間のレンジになる可能性が高いということです。絶対ではないですよ。うん、でもやっぱり見事にですね、この陽線のスタートしたところと、こうやってね、陰線か、陰線のスタートしたところと、陽線、陰線がこう入れ替わるところが一緒でしょ。で、上の方、これはね、多少これ違いますけども、だからもしかしたら、レンジの幅がここで、できるかもしれませんけどね。うん、ただまあ、こっから、ぐーっと下に下がっているかなと。で、上に上がるにしてもここまでかなというところが見て取れます。あとは確認しながら、今日はね、一日の動きを見て明日からを占っていこうかと思います。今日は特に大きなヒントはありません。以上です。